ラジオ収録ごっこじゃなくて本当このラジオはですね、はい、2013年12月2日月曜日に行われます、うん、盛大なる収録ごっこを記念して作られた1回限りのラジオ番組でございます。はい、で何でもやってらんないよな。そうですよ、はい、違うそうじゃないよ、そのイベントの中でぶっちゃけすぎやってみんなな、ね、そうだね、そのイベントの中では、うん、昼夜昼夜ね、はい、違う嘘っ子番組収録をするそうでございますよ、うん、はい、でその嘘っ子番組の共通のテーマ、うん、これは、心身身も心もの心身ですね、うん、心身を元気にするです。大事なことです、うん、なので、この記念日をしちゃってさ、停電だ停電だ、暗いのになんか香ってくる、ザワ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 出るまで借りましょうよ。センサーが反応してもさ、ね、結局失敗するんじゃんって話です、うん、この人、うん、だってあの頑張ろうと思って努力して、うん、でやっても失敗しちゃうんですってことは、うん、失敗するの前提ラインじゃないですか、うん、最低ラインじゃないですか、うん、ってことは失敗、さっきみたいにプレゼンで何か起こして、うん、失敗したらどうしようってこの取り返しつかないってことがあるとするじゃないですか、うん、そのプレゼンで2億のお金かかってると、うん、そのプレゼン失敗して2億ポシャると、うん、他のコンペで勝たれてあって新しいの考えなきゃいけないってなった時に、うん、俺2億の企画考えて持ってったのダメだったってなったら、うん、それはいかんってなるじゃないですか、うん、でも失敗したりするわけでしょ、うん、ってことはどちらで失敗してるわけじゃないですか、うん、だったら失敗するのは当然ってラインから成功の方に持っていけばいいだけなんで、うん、考え方の発想の転換なんですよこういうのは、うん、で緊張しちゃったりとかなんかこう余計に気負っちゃったりすればするほどダメなんで、うん、さっき言ったみたいに、うん、もう失敗してそこから定番です、定番です。今日のご飯は何だよなんでこんな安いんだよなんでだよ、おかえりなさい、あなたいつ帰ってきたの、もうさっきからずっといたんだけど気づかなかった、声かけて、っっだってママ可愛いんだもん、やだネクタイ、ネクタイ取りましょうね、お家帰ってきたら失礼しましょう、ガチャまたただいま、そうですね、うん、あとは僕もさっきちらっと言わせてもらったんですけども、うんうん、ダメですよ柳瀬お姉ちゃん、この裏側を見せちゃいけないですよと、あダメですよ、聞けなくなかった、ま、我々はもうそうじゃないところを楽しみにしてるのにCD に危険って、そう、裏側を見せちゃいけないんですよって、もしお叱りがございましたらそちらの方もぜひ送っていただいたりとかね、怒られちゃう、逆にね、よくやってくれたよと、うんうん、柳瀬さんよくやってくれたよ普通だったら聞けないじゃん全然こんなのっていうのもぜひ送っていただ